年おお疲疲れれ様ででしした。お疲れ様でした。ちょっと今回は長めに2023年を振り返っていこうということで、えー、いきなりですけど、えー、2023年どんな年でしたか、えー、そうですね、まあ、2023年はまあこう、ね、いろんなスパイクが出て、ね、こうやって出ましたで、まあ、その中でも、まあ、本当に多く反響あったのはこの水野の,このモレリアネオ4 がこうモデルチェンジしてもう圧倒的にねこの世の中に影響を与えたシューズではあるかなと思います。ははははいいいそそうでですすね、はい、そんな感じですとりあえず今話題に上がりましたモレリアネオ4ですけど、まあ、ネオ3もかなり売れてた中でのモデルチェンジっていうところだったと思うんですけど。 まあ実際にお店で販売してて、矢野さんからはどういうふうにネオ4っていうスパイク、見えましたかうんそうだね、あの今までやっぱこうね、根強い人気のスパイクだったけど、まあ、本当に履き心地はそのままに、えー、うまくね、アップデートできたってところが、本当にこうユーザーの人たちがうまく移行できたっていうところは、まあ一つのこの水野の良さというかね、あの企業努力なのかなと思います。 本当にそこがね大きく変わっちゃうことでやっぱりユーザーが離れちゃったりとかっていうことも大いにあり得ることなのでこのモデルチェンジっていうのはまあ本当にうまくいったモデルチェンジだなというふうには思います。うんはいすごく素晴らしい靴だと思います。まあ2から3はなんか結構大きなギャップというか靴自体に違いもあったんですけどまあ3から4はそこまで大きな違いもなくっていうことで、うん、お客さんもすぐに乗り換えてくれたということで。うん、はい。まあ今これちょっと選手権前に。 動画撮ってますけど、選手権でどれぐらいの人がネオフォー履いてるのかなっていうのは一つ。楽しみになってくるかなって感じですね。はい。そうだね、うん。もうね。それこそ、まあ、こういうね。ええー、水のアルファとかもね。本当に履き心地もすごくいいし、で、使い勝手いいんですよね。これカンガルじゃなくて。このメッシュ系のアッパーですけど、耐久性も高いので。もう本当に、あの、即戦力になる、いいスパイクですよ。こちらも本当にすごく人気です。水はね。はい。はい。はい。まあ、今はネオフォー。まあ、アルファと、うん。 まあ結構言ってみれば定番的なところが出てきましたけど、うん、まあ今、そほ他にもいろいろ2023年出たスパイク並んでますけど、はい、矢野さん的になんかこれ良かったなみたいな実は知られてないけどこれ良かったなみたいなスパイクとかってあったりしますすそうっすね個人的にはねこのアディダスのこのクレイジーファストが結構あの個人的にはすごくいいなと思っててでそのいいなと思った理由が。 このつま先のこの高さのところが結構ね、あのー、今回のクレジットファーストで結構高めで,で特にこの HGAG といわれる日本規格のタイプは特にこの部分が高めになっているのと実はこの裏側にね,これねスウェードみたいなね足当たりのいいシートが貼ってあるのでよりねつま先の部分が綺麗だし柔らかい設計なんですよ。ここれはねねね HGAG だけななんでですすよなのの、ね、ごく、ねこの メッシュ系のアッパーで見た目なんか足に沿いにくいかなってイメージあるんですけどすごくねこれね履きやすいですで特にこのニットの部分もすごく伸縮性があるのでこれはね本当にあに見た目以上にこのクレイジーファーストは履きやすいと思いますうん、本当におすすめだと思いますよ、うん、いや本当によいいと思いますこれはおすすめですはいなんか前足部のこのクッションに関してはなんか毎回あのさんあのクッション言ってる気がしますけど実際本当に履いてもすごい足当たりよくて いいなっていうふうに感じる靴ではやっぱありますよねうんほんとねいいと思うマジで履いてみてほしいね、うん、そのアディダスなんか狭いでしょとか履きづらいでしょって言われますけどもうほんとに一回履いてみたら世界観変わると思うよこれはほ、うんといいと思うおすすめですうんはい他はどうですかそ,その触れてないスパイクとかうん他はねそうっすねえっ、ー、とねこのねヒュンメルのこのね年末に出たこのボラート3ね これはね今までよりもねああの、アウトソールの耐久性が上がったんですよね。このスタッド自体が結構こう、前作よりも長くなったので、まあ、土で使った時の耐久性だったりとか、人工芝で使った時のグリップっていうのが、今までよりも良くなったっていうのがもう大きな違いですね。でそして、この中足部分のこの部分のこの合成ですね。このリブをつけたことで、より中足部分で曲がらなくなったから、ちょっと今ここに、あの、これ入れちゃってるからね、曲がんないけど。 こういう風にねそう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 ちゃんとしたとこで曲がる前足部分で曲がるようになったからこの靴としての性能としてはすごく高くなりましたよんんでこのヒュンメールのボラード3はレギュラーの 2E でスーパーワイドの 3E でスーパーワイドの 4E ってこの3タイプで選べるっていうのがもう本当にすごくいいもうこれはねほんと幅広の人からしたら本当に選べるからもうどれかに当てはまると思うんで もう迷ったらぜひこれ履いてほしいです。もう本当幅広の方のもう強い味方ですよ。もうぜひ試合用で履いてほしいです。これは。うん。おすすめです。はい。はい。まあ他のスパイクもね、はい、まあアセレタだったりとか、うん、X ライファイブ、まあプーマのキングとかもいろいろありますけど、うん、まあ本当今年いいスパイクっていう風に言っちゃうとあの、うん、すごい雑ですけど、まあいいスパイクたちがたくさん本当出たなっていう印象ですね。はい。もう本当どれもいいと思います。はい。 まあちょっとでスパイクに関しては今いろいろ話したんですけど、うん、まあこの2023年っていう年、まあ、今年は4月にマスクも解禁というか、うん、まあ、はい、しなくていいよみたいな風に雰囲気になって、うん、まあちょっとコロナからだいぶ遠ざかったのかなっていう気もしましたけど、はい、まあなんかお店とか矢野さんもこの TikTok とか SNS での動画配信発信を始めてまあ2年ぐらい経ったと思うんですけど。うん まあこの1年みたいなところはどういうふうに感じられましたか、えー、そうね、うんまあ、本当コロナの時って、本当にお客様が、ね、なかなか足を運べない状況の中で、まあ、本当にこの SNS 見て、やっぱり行きたいとかっていう声をすごい頂い,いてて、まあ、その反響もあって、まあ、本当に SNS、TikTok や、ね、インスタ、まあ他の SNS もやってますけど、やっぱそれを見て、やっぱりこう来てくれる方が本当に増えたっていうのは、すごくありがたいなと。 でやっぱり今ねこう僕らのこの掛け声のねこの矢野さん矢野さんっていうのも本当にこうお店に来る若い子たちがねあのな中こう真似したりとかねしてくれたりとか、まあ、本当にまあ、ありがたいですけどまあそういうことも本当にこう自分たちがこう世の中に少しでもこう爪痕を残すというかねこう影響を及ぼしているっていうのはまあ影響を与えたっていうところがすごくまあ本当に個人的にはすごく良かったというかね。 あの皆さんの中に僕たちがこう、ね、少しでもこう関われたっていうのがすごくいいかなというふうに思いますね。うんまあ、これは、ね、今後も続けたいなと思いますし、まあ、やり方は違っても、えー、本当にこう動画というのコンテンツを使って本当に、ね、皆さんとこう関わっていきたいなと思いいいまますすねはいはい、ありがとうござそんな感じで、まあ、2023年1年間やってきたわけですけども。うん まあ、もうすぐに2024年がえ始まるということで、うん、まあ、2024年どんな年にしたいとかまあなんか矢野さんの中で目標とかっていうふうなものはあったりしますかはい、うーんとね本当にこう2024年はもう本当になんかお客様のためにもっとなんかこう自分たちが寄り添いたいなというのをもう本当すごく感じます。ややっっっぱぱり今の時代っててこう見て ネットで簡単に買えるる時代だったりはするしやっぱりこう大型店とかもいっぱい出てきて本当皆さんがこうねセルフでこうやって勝手にスパイク出して履いたりするお店がすごく多い中でやっぱり僕たちは本当にお客様のやっぱパフォーマンスアップのためにやっぱりこうもっと寄り添いたいというかやっぱ本当正しい履き方を知らずして靴を選んじゃってる人もすごく多いのでやっぱそいつたちに少しでもやっぱこう寄り添ったお店でありたいなと。 いう中でやっぱり本当に、あのーね、あの少しでもやっぱお客様のためにこう、ね、ためになる動画だったりとかねお店の中ではやっぱお客さんへの声かけだったりとかね、えー、対応っていうのをねやっぱり本当にお客様のためにやっぱ自分たちがえ注ぎたいなとそういう風にやっぱやりたいなというところをやっぱすごく思ってますなんでねやっぱネットでは味わえない,ないやっぱ実店舗ならではのやっぱなんだろうこの接客だったりとかね 関わり方っていうのにこだわってやっててやいいいいいいきたた年にしたいなとと思まますすはいはい、ありがとうございます、まあ、この動画一つ撮っても、まあ、お客さんに寄り添えるお客さんのためにっていうところがあると思うので、まあ、来年からも頑張っていきましょうもちろん頑張りましょうはい、えー、ということでまあちょっと初めてこういう感じで長めに喋ってみましたけど、まあ、視聴者の方も、まあ、なんかどんな動画が見てみたいとかどんなことを聞いてみたいみたいなのがあってら ぜひコメント欄に書いていただいて、うん、質問あれば全部矢野さん、答えますよね。はい、もちろん答えます。<laughs> 何でも答えますから。<laughs> はい、ということで、2023年ありがとうございました。そして、しえー、2024年からもよろしくお願いいたします。お願いします。